ジュゼッペ・マリア・クレスピはイタリアの画家である。ロスパニョーロ、またはロスパニョレットの通称でも呼ばれた。ボローニャで生まれた。ボローニャ派の画家で若い頃ピッチリしたスペイン風の衣服を着るのを好んだことからロスパニョーロやロスパニョレットのあだ名で呼ばれた。絵の教育をアンジェロ・ミケイ・レトニア、ドメニコ・マリア・カヌーティ、カルロ・チニャーニといったボローニャの画家から受けた。 ボローニャの支援者から援助を受けて、ローマなどを旅し、コレッジョやフェデリコ・バロッチラ、ルネサンス後期の画家の作品を研究し、色使いを特徴とするベネツィア派の画家たちとも知り合った。クレスピは、広い題材を描いた画家で、宗教画、風俗画、肖像画も描いた。1700年から1705年の間は、サボイア家の一族、オイゲンフォン・ザボイエンのために、 ウィーンでも作品を描き、その後、トスカーナのフェルディナンド・デ・メディチの娘のがパトロンとなった。1711年に、教皇クレメンス11世の直居を得た、ボローニャの美術アカデミー、アッカデミア・クレマンティナの一員として活動した。ボローニャで没した。息子のルイージ・クレスピンも画家になった。ありがとうございます。